もう一匹取りに来た、もう一匹取りに来た。寄せ付けない、寄せ付けない。これは俺んだ、よく誰も出さねえぜみたいな。どうも、キャメです。こちらは我が家日本ウチガメのベビーズの飼育環境になります。今はね、ちょっとね、準備をしてたんですけどね、もう2匹フライングして中に入ってます。んで、うんちをしてくれるという。まあ、いっか、子供だもんね。というわけでね、今日はね、この子たちにね、ちょっとね、特別なものをあげたいと思います。ちなみにベビーズってね、言いましたが、まあ2人でベビーズはねえだろうと思いますが、安心してください。いや、重なってんのね、やっぱり。まあ、こんな感じです。日本一カメのベビーズ4匹と迫る箱ガメですね。この子たちでね、今日はですね、こちらをあげていきます。じゃじゃん、むきエビ。エビといえば、まあ、乾燥エビがメインですけどね、このむきエビ、このね、腹ペコ軍団に入れたらどうなるのか、ちょっとね、あげてみたいと思います。それでは早速、投入。えい、沈んだ。いや、向きの直し方すごいな、迫る。固まった。ちょっと上から見てみますか。あ、一匹いったね。いったか？あ、いった、食った。噛んだ。ちなみにちゃんとね、しっかりと解凍してあるんで、そこら辺は安心してください。持ち逃げしようとしてる。迫るわ、もう。もう一匹取りに来た、もう一匹取りに来た。寄せ付けない、寄せ付けない。これは俺んだ、よく誰も出さねえぜみたいな。でも力で抑えつけられない。さあ、どうなる。さすがにね、俺この状態じゃちょっとかわいそうなんでね、もう一個投入しますか。気づくかな。一応ね、初めて見る方のために、この子たちね、みんな尾が切れてます。なんで結構ね、安く売られてました。おっと、取ってない、取ったね。大混乱ね。石神たちはもうエビに大興奮ですね。もうちょっと上げて、お、奪った。迫るわ。ぼーっと、この子、まあ元気ないっていうか、まあマイペースっていうか、めちゃくちゃ蹴られまくっとるやん。大丈夫か。お、迫るも奪いに行ったな。行かないか。あら、お尻に惹かれちゃったね。あ、食べ始めましたね、この子ね。うん、めっちゃ大興奮だね。用意してあげてよかったかな。迫るがめっちゃ欲しそう。
おっと、1個振りになった、1個振りになった。お、迫るか、奪いに行ったわけじゃないのか、出たいのか。もう取られた、取られた。てかめっちゃウンチしてる。ちなみにうちはね、仮面プロスプレミアムを結構上げてるんで、うんちも赤いです。ね、仮面プロスプレミアムとか結構上げてると手足もちょっとなんか赤くなるみたいですね。赤くなることがあるみたいですね。まあね、水替えをしっかりすれば大丈夫だというような気もするんですけど、ちょっと自分は甘かったかもしれないですね。はい、というわけでね、ちょっとね、エビ硬くて食べられなかったみたいなんで、いつものご飯をあげました。テトラのネプトミンと、まあ、カメプロスプレミアムですね。こちらをあげました。めっちゃ汚れた水。めっちゃうんちしたね、君たち。食べてないのに。平和。ちょっとね、硬くてね、食べられなかったみたいなんで、まあ、このむきエビの方は、私のスマルハコガメにあげることにしました。なんか今日はおとなしいな。なんか最近おとなしいんですよね、食欲もあんまなくて。なんだろう、卵かな、卵詰まってんかな。ちょっとね、この子の様子もね、ちょっとしっかりと見て、必要があるならちょっと動物病院の方にも連れて行こうかと思います。はい、というわけでですね、今日の動画は以上になります。この子たちの今後気になる方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。